アンチオの戦い、アンチオの戦い、アンチオの戦い、1944年1月22日から6月5日は、第二次世界大戦において、イタリアのアンチオ及びネットゥーノで行われた戦い。ここでは、連合軍のアンチオ及びネットゥーノ上陸、シングル作戦、屋根板作戦から包囲網突破及びローマ解放、ダイアデム作戦、王冠作戦までを述べる。 アメリカ陸軍少将ジョン・ポーター・ルーカスに指揮されたシングル作戦はイタリア戦線におけるローマ攻撃のためにグスタフラインのドイツ軍を包囲することを目的として企画された。イタリア侵攻から続く1943年末、連合国軍はイタリア南部を横切るローマの戦略的防衛ライン、グスタフラインで泥沼にはまり込んでいた。イタリア中央部の地形は防御に最適で、 ドイツ空軍元帥アルベルト・ケッセル・リンクはその有利さを最大限に生かした。連合軍では行き詰まりを打開しようといくつかの策が練られたが、その中にイギリス首相ウィンストン・チャーチルのアイデアによるシングル作戦があった。アメリカ陸軍参謀総長ジョージ・シー・マーシャル大将は当初シングル作戦に対しあまり関心を示さず、 より大規模なノルマンディ上陸計画に関心を持っていた。チャーチルが個人的に懇願して初めて彼のアイデアがアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトとソ連共産党書記長ヨシフスターン。彼は東部戦線の負担が軽減される大規模構成なら何でも歓迎したに受け入れられた。南方のグスタフラインではマーク・ウェイン・クラーク中将式のアメリカ第五軍の 構成により、ローマ周辺及び、ローマと海岸の間の高地にあった、ドイツ軍予び戦力を引きずり出した。これにより、ジョンポーター・ルーカス少将式のアメリカ第6軍団の、アンツヨー及びネットゥーノへの奇襲上陸と、その後アルバーの丘陵へ、速やかに進撃することによって、ドイツ軍の通信とリードリーンフォン・ゼンガーウント、エッターリン大将式のドイツ第14、装甲軍団の退路を断つ。 可能性が出てきた。計画立案時、ドイツ軍南部イタリア方面総司令官、アルベルト・ケッセルリンク空軍元帥が部隊をグスタフラインから引き抜けば、その時連合国軍がグスタフラインを突破できるのかどうかにつ定議論がなされた。もしケッセルリンクがグスタフラインから部隊を引き抜かなければ、シングル作戦はローマを占領し、グスタフラインのドイツ軍を孤立させることができるだろうし、 ドイツ軍がローマとグスタフラインの両方を防衛できるだけの十分な予備戦力を持っていたとしても、作戦は他の戦線で交戦中の部隊とっては有益だろうと考えられた。1943年12月18日、作戦は一旦正式に中止されたが、後に再び採択され、実行されることになった。クラーク中将は南方、グスタフライン戦線では、 敵前線を突破するだけの戦力を持っているとは考えていなかった。そのため彼の計画は南での攻勢がケッセルリンクの予備兵力を引き出すことあてにし、それによりアンツヨ上陸部隊が速やかに内陸に進出するというものだった。しかし彼がルーカスに下した命令書にはそのようには書かれていなかった。それにはアンツヨ付近に海岸砲を確保し、 アルバーの丘陵へ進出することとだけ書かれてあった。それは、クラークのサレルの海岸保での激闘の経験と、ルーカスの経験不足による危惧があったためと思われている。そのルーカスは、上層部あるいは作戦計画を全面的には信頼していなかった。攻撃に先立つ数日前、彼は日記に記している。私の考えでは、我々は、我々の求めるものを得ない限り、 このような一か八かの作戦を引き受けるべきではない。本作戦はものすごくガリポリの匂いがする。どうやら同じアマチュアはまだ高知席にいるらしい。アマチュアとはウィンストン・チャーチルのことであり、悲惨な結果に終わったガリポリ上陸作戦の立案者であり、そしてシングル作戦の提唱者であった。この計画の問題点の一つに利用可能な上陸用集停の確保があった。 アメリカ軍司令部は特に、ノルマンディ上陸及び南フランス上陸作戦は、延期しないことを決定していた。そのため、シングル作戦では、当初これら貴重な終停の使用期限は1月15日までと、された。しかしそれは困難であるとされ、ルーズベルト大統領は2月5日までの延長を、許可した。戦車用陸艦、LST は、 当初シングル作戦用に1個手段が上陸できる数だけ確保できた。後にチャーチルの個人的な主張で2個手段が上陸可能な数に増やされた。彼は後にこれら戦車用陸艦など特定の資材や他にアメリカ軍第504落下3連隊のような有力な部隊をも手に入れるための大きな政治努力を払ったことを明らかにした。 連合軍情報部は後六個師団がアン置予地域にいると考えていたが、アメリカ大五軍情報部はこの時のドイツ第十軍の戦力をかなり過小評価しており、9月からの戦闘で消耗していると信じ込んでいた。連合国軍は、この攻撃に5隻の巡洋艦、24隻の駆逐艦、238隻の上陸用集停その他62隻以上の艦船と4万名の 兵及び5000台以上の車両の投入が計画された。攻撃部隊は3個軍で構成された。1、イギリス軍、ピータービーチ、アンツヨの北 10km の海岸に上陸。2、北西方面アメリカ軍、イエロービーチ、アンツヨ港を攻撃。第504落下三大隊によるアンツヨ北への空挺降下計画があったが、取りやめになった。 3. 南西方面アメリカ軍 x レイビー1アンチオの 10km 東の海岸に上陸。1944年1月16日、アメリカ第5軍はグスタフラインへの攻撃を開始した。この段階では、グスタフラインの突破はできなかったが、ローマの予備戦力を引きずり出すことには成功した。グスタフラインの指揮官、ハインリヒホンフィーティングホフ上級大将は、 増援を要請し、ケッセルリンクは第29及び第90総攻的弾兵士団をローマから派遣した。1944年1月22日、上陸作戦は開始された。ドイツ軍の抵抗が予想されていたが、1943年のされるののように、ドイツ空軍による取り止めのない地上装者以外は特になかった。 深夜までに3万6千名の兵と3200両の車両が海岸に上陸し、13名の連合軍兵士が死亡、97名が負傷した。また、約200名のドイツ軍が捕虜になった。レンジャー部隊はア安定を行を、第509落下三大隊はネットゥーノを占領し、そして第1志願は3トル内陸に、第3志願は5トル内陸に進出した。 作戦初日、イタリアのレジスタンス運動の指導者らは、連合軍司令部で会談し、アルバーの給料までの道案内を買って出たが、連合軍指揮官はそれを断った。連合国軍上層部はルーカスに上陸後何らだかの構成を取ることを期待していた。上陸作戦のポイントは、グスタフラインのドイツ軍守備隊の背後を取ることであり、願わくば彼らがパニックに陥り、 ローマより北へ撤退することであった。しかし、ルーカスは、自民と機材を小さな共闘歩に送り込み、速やかに進軍せずその防御を固めた。ウィンストン・チャーチルは、この行動に明らかに腹を立てていった。私は騎士に山猫を放つことを望んでいたのだが、我々が手に入れたのは騎士に打ち上げられた鯨か。この、ルーカスの決断は論争の的となっている。 歴史家として著名なジョン・キーガンは、ルーカスは作戦初日にローマへ急進するリスクを犯していれば、彼の戦法は間もなく撃退されたかもしれないが、おそらくローマに到着していただろう。それでも彼はアンツヨの地にしっかりと杭を打ち込むことができたことを強調するかもしれないとべる。しかし、ルーカスは作戦の戦略計画に確信を持っていなかったし、 クラーク将軍からの命令の解釈について話し合うこともできなかった。そのような中でニコ師団が上陸し、二三度ドイツ軍と対峙した時、ルーカスが上陸地点は決して安全ではないと思ったとしても不思議ではなかった。だが、ヒーガンによれば、ルーカスの行動は双方にとって最悪であり、敵に何の障害もなく自軍を危険にさらすことになった。 この2月23日にルーカスは解任され、ルシアントラスコットが公認となる。1月22日3時、ケッセルリンクは連合軍が上陸した旨の報告を受けた。上陸は突然のことだったが、彼は上陸の可能性のあるすべての場所に対処するための非常事態計画を講じた。すべての計画は彼の手段のそれぞれ自動車化され、 速やかに移動して敵と接触し他の部隊が守備に着くまでの時間を稼ぐことのできる緊急対応部隊、戦闘団を当てにしていた。5時、彼は約2万の守備隊が初日の終わりまでには到着すると予測し、第四高下両兵士団及びヘルマンゲーリング士団に対しアンツヨからカンポレオーネ及びチステルナを経由し、アルーの丘陵へ至る道路の守備を命じた。 加えて、彼は、国防軍最高司令部、奥井に援軍を要請し、奥井は、フランス、ユーゴスラビア及び、ドイツ国内から3個師団以上を派遣し、さらに、イタリアにあった、奥井直轄の3個師団をケッセルリンクの指揮下に、組み入れた。その朝、遅く、ケッセルリンクはドイツ第14軍司令官、エーベルハルトフォン・マッケン全上級大将及びスタッフ。 ラインのドイツ第10軍司令官、ハインリヒフォンフィーティングホフに対して、さらに増援を送るよう命じた。すぐ近くにいたドイツ軍部隊は、ほんの数日前にグスタフラインの増援に派遣された、部隊だった。南方戦線にあった、または向かっていたすべての投入可能な予備戦力は、安全に殺到した。これらには、第3装甲敵団兵士団、第71不評士団、それに、 ドイツ空軍のヘルマンゲーリング師団の大部分が含まれていた。ケッセルリンクは当初、連合軍の本格的な攻勢が1月23日か24日に開始されば防ぎ切ることはできないだろうと考えていた。しかし、1月22日の終わりまでに積極的な攻勢もなく彼は守り通せると確信した。さらに、1月22日夕刻に、 アルフレート・シュレムの第一高架量兵軍団司令部が到着し、ドイツ軍の防衛準備はより強固なものになったが、翌23日にはさらなる守備隊の到着はほとんどなかった。1月24日までには4万以上のドイツ兵が配置についた。上陸3日後、海岸砲は3個師団からなる防衛ラインに包囲されていた。西は第高量兵団。 中央のアルバーの給料前には、第三装甲敵団兵士団、東には、ヘルマン・エリング士団。1月25日、ドイツ第14軍の本末健全は守備隊の指揮を任せられた。ドイツ軍8個士団は、海岸砲を包囲する防衛ラインに配置され、他の5個士団は、アンツヨへの道の途中に封じんした。ケッセルリンクは、海岸砲への攻撃を1月28日としたが、 後に2月1日に延期された。1月29日までに、さらに、アメリカ軍第45不評師団と第1機構師団を含む部隊が上陸し、海岸保の兵力は合計で6万9000名の兵、508門の下方208両の戦車となり、対するドイツ軍は7万1500名になっていた。1月30日、ルーカスは二面攻撃を開始した。第1手が、 東方のアルバーの丘陵に向かう前にチステルナの高速道路7号線を遮断している間に第二手がビア,アンツヤーテの髪型北東のカンポレオーネ方面へ進撃するという計画だった第二手のイギリス軍第一師団は激しく戦いながら前進したがカンポレオーネの攻略に失敗しビア,アンツヤーテに向かって突出した形で戦闘を終えた右翼では2個レンジャー大隊が 主攻勢の先見部隊として、チステルナ方面に大胆かつ隠密に進出しが、火が昇るとともに交戦状態になり、分断された。第一及び第三レンジャー大体六十七名のうち、六名が帰還し、七百四十三名が捕虜になった。第三師団は幅約十一キロメートルにわたる、前線で約五キロメートル前進したが、 をを突破すするるこことともも、ステルナを攻略することもできなかった。2月3日、ドイツ軍はカンポレオーネの都市部に対して反撃を開始した。その兵力は2個軍団、シュレム式の第1高下量兵軍団とトラウモとヘルダイ将式の第76装甲軍団およそ10万名に上った。再び戦闘は激しくなり、直近に到着した。 イギリス第56不評師団を含む76,400の連合軍は2月10日には押し戻され、突出部は排除された。2月16日、ドイツ軍はビア・アンツェア手に沿って行われる新しい、構成、フィッシュファング作戦、オペレーションフィッシュファング、挙老作戦を開始した。2月18日までの激戦の後、連合軍の最後の海岸保陣地、 事実上の上陸地点の海岸も攻撃にさらされた。しかし、第六軍団の予備戦力も投入した、連合軍の抵抗は、ドイツ軍の進撃を食い止め、フィッシュファング作戦は中止された。フィッシュファング作戦において、ドイツ軍は5400名、連合軍は3500名の損害を出し、最初の上陸以来両軍の損害は2万名に、達していた。部隊の消耗にもかかわらず、 アドルフ・ヒトラーは、第十四軍は、攻撃を続行すべきだと主張した。そのため2月29日には次の攻撃が開始され、この時は、チステルナ周辺の第76総攻軍団の戦線で行われ、この攻撃は、第十四軍にさらに2500名の損害を出した、だけでほとんど何の成果も得られなかった。両軍は、春までに決着がつくことはないと考え、 戦力を整えつつ、積極的な紹介と砲撃による防御体制に入った。その春を予期して、ケッセルリンクは海岸保線線の後方にローマの南アルバーノからバルモントーネを通過し、イタリア半島を横断してアドリア海沿岸のペスカーラに至る新しい防衛ライン、カエサルシーラインの構築と大従軍に必要な時に交代することを命じた。一方、 連合国軍イタリア方面総司令官ハロルド・アレクサンダーは5月にグスタフ・ラインに対する大規模攻勢、ダイアデム作戦を計画しており2月22日にアメリカ第3不評師団長から第6軍団長に昇進したトラスコットは参謀とともにそれに沿って決定的な攻撃の計画を練った計画の目的は大規模な攻勢をかけることでドイツ軍が 連合軍を駆逐しようという、いかなる見込みも打ち砕き、ドイツ第10軍をアンチオから進出した第6、軍団とグスタフラインを突破した連軍で包囲、撃滅することだった。3月に、アメリカ軍第34不評師団が、5月初旬に、同第36不評師団がアンチオに到着し、イギリス軍第56不評師団は、同第5不評師団と交代した。5月下旬までに、 ドイツ軍五個師団に対し、海岸保の連合国軍は、アメリカ軍五個師団と、イギリス軍二個師団のおよそ15万人になった。ドイツ軍師団は、守備に専念していたが、士官と歌士官の不足という問題を抱えており、5月下旬の構成の頃には、予備戦力も、すべてグスタフラインの増援に送られていたため、不足していた。ダイアデム作戦における、アレクサンダーの全体計画では、 第六軍団が内陸に進行し、ルート6を分断することとされていたが、クラークはトラスコットに別の案を講じ、命令から48時間以内に切り替えることができるように依頼した。トラスコットによって用意された4つのシナリオの中には、バッファロー作戦、オペレーションバッファロー、水牛作戦と名付けられた、チステルナを通過し、給料のギャップに侵入。 バルモントネデルート6を分断するというものと、他に、タートル作戦、オペレーションタートル、亀作戦では、アルバーノ丘陵左への思考性が、カンポレオーネとアルバーノを攻略するのを見越し、一気に、ローマを攻略するというものがあった。5月5日、アレクサンダーは、バッファローを選び、クラークに、その実行を命じた。しかし、クラークは後に、実で明らかにしているように、 アメリカ第六軍団が直接ローマに進撃しなければならないと決意していた。我々はただローマ解放の名誉を得たいというのではなく、それを受けるに値すると思っていた。我々は南からローマを制圧する最初の部隊になるだけでなく、本国の人々にその仕事をやってのけたのは第五軍であることを見せるつもりだったし、そのために支払うことになる代償についてもわかっていた。彼はアレクサンダーに 第六軍にはドイツ第10軍を罠にかけるだけの戦力はないと主張し、アレクサンダーは彼の要求に応える代わりにもし、バッファローがつまずいた場合には、ローマ進撃の可能性はまだ残っていると含みを持たせた。5月6日、クラークはトラスコットに対し、ローマ占領が最重要の目的であり、バッファローだけでなく、タートルも実行を出るよう準備しておくようにと伝えた。 トラスコットのバッファロー作戦は極めて綿密に計画されておりとされていた。1944年5月23日5時45分、連合軍の1500門からなる砲撃が開始された。40分後、砲撃は停止し、近接航空支援のもと、不評及び気候部隊は進撃を開始した。初日から激戦となり、第1機構師団は100台の戦車を失い、 第三不評師団は九百五十五名の死傷者を出した。これは第二次世界大戦中、アメリカ軍が1日で被った損害の中で最も大きなものだった。ドイツ軍もまた第三百六十二不評師団の戦力の五十パーセントを失った。ドイツ第十四軍司令官マッケンゼンは連合軍の思考性がビア,アンツヤーテを目指していると確信し五月二十三日と二十四日の イギリス軍による大規模な陽動作戦がそれを裏付けているように思わせ。しかしケッセルリンクは連合軍の狙いはルート6を取ることと確信し、ヘルマンゲーリング師団に対してリボルノからバルモントーネ方面に 240km の地点で停止し、カッシーノから撤退してくる第10軍のためにルート6を確保しておくよう命じた。5月25日午後、 ステルナは陥落したアメリカ軍第3師団は家屋を一軒一軒、しらみつぶしにして、ドイツ軍第362不評師団を追い出し、最終的に町から撤退させた。同日の終わりまでに、第3師団は氷近くのベッレトリの前線に開いた、ギャップに向かって進撃しており、第1機構師団の一部は、バルモントーネから 5km 以内の位置まで達し、 リボルノに到着し始めていたヘルマン・ゲーリング師団の部隊と接触した。アメリカ第6軍団は3日間で3300名を超える損害を出しながらも、バッファロー作戦は進行しており、トラスコットは第1機構師団と第3不評師団が翌日にはルート6に進出することに自信を持っていた。5月25日夕刻、トラスコットはクラークからの新しい命令を 作戦証コードンブランド順賞経由で受け取った。そこには事実上、タートル作戦を実行すること、そして攻撃の主軸を90度左へ転身させようと、あった。最も重大な点は、バルモントーネ及び、ルート6への進撃は、第3不評師団とそれをサポートする、第1特殊任務部隊により続行されるが、第1機構師団は、新しい攻撃計画の準備のために一旦、 交代するということだった。クラークは5月26日の朝遅く、命令の変更が既成事実になってしまった頃に、アレクサンダーに対し状況を報告した。この時、トラスコットは驚いたと後に述べている。私は、唖然とした。未だ強力な敵のいる北西に進んでいる場合では、なかった。我々は退却するドイツ軍を確実に壊滅させるために、 全力でバルモントーネ戦線のギャップに攻め込むべきだった。私は最初にクラーク将軍と直接話し合うまで命令に従わなかった。しかし彼は海岸保におらず無線さえ通じなかった上陸部隊の主攻撃目標をバルモントーネ戦線のギャップから変更するというような命令はドイツ軍第10軍をみすみす見逃してしまうものだった。26日に命令は 実行に移された。彼は書き続けた。これまで私は、クラーク将軍が、アレクサンダー将軍の指示に忠実に、従っているということに、何の疑いも持たなかったが、彼は、アンツヨの戦略目標をすべて制圧した5月26日に、私の攻撃方向を北西に変更した。最初に、ローマに入ることはこの失われたチャンスのささやかな、埋め合でしかなかった。 5月26日、アメリカ第6軍団が困難な転身を始めた頃、ケッセルリンクはルート6への敵進撃を食い止めるために4個師団の一部をベッレトリの前線のギャップに送り込んだ。5月30日に撤退するまでの4日間、彼らはアメリカ軍第3師団を相手に戦い抜き、第10軍団の7個師団が撤退し、ローマ北へ向かうまでルート6を確保し続けた。 新しい攻撃軸は、第1機構士団が5月29日に、カエサル C ラインの主力守備隊と対峙する配置に着くまでほとんど前進しなかったが、いずれにせよ5月30日に、フレッドウォーカー少々式のアメカ軍第36、不評士団が、カエサル C ラインの第1効果量兵軍団と第76装甲軍団との間にギャップを見つけるまでは、大きな進展はありそうになかった。 彼らは、アルテミッシオ3の急斜面を上り、ベッレトリの背後を、脅かし、守備隊を撤退させた。これが、ターニングポイントとなった。フォンマッケンゼンは、自らの辞任を屈伸し、ケッセル・リンクはそれを受理した。5月25日、さらなる圧力をかけ、クラークは、グスタフラインの海岸沿いで戦闘中だった、アメリカ第二軍団を、アルバーの丘陵右側周辺からルート6沿いに、 ローマに進撃させるため、第六軍団と合流する命じた。6月2日、カエサルシーラインは、連合軍の圧力に耐えきれず崩壊し、ドイツ第14軍は、ローマを抜けて対応を始めた。同日、ヒトラーは、第二のスターリングラードになることを恐れ、ケッセルリンクに、ローマを放棄するよう命じた。次の3日間にわたり、ドイツ軍公営は徐々に圧倒され、 6月5日の早い時間にローマは陥落した。クラークはその日の朝、カンピドリオの丘にあるタウンホールのステップで緊急記者会見を行った。彼はこのイベントを完全にアメリカの功績とするために市内に入る道路に憲兵隊を配置し、イギリス軍を締め出した。ルーカスが当初から積極的に攻勢に出ていたらどうなっていたかという点についての論争は尽きていないが、 ほとんどの指揮者の間では、初期のアン全を上陸計画には問題があり、最初に上陸した飛行部隊の支援のない2個不評手段ほどの戦力で、果たしてルート6を遮断し、ドイツ軍の反撃を撃退できたかどうか疑わしいという点で一致している。ただ明白なのは、クラークのドイツ軍撃破より、ローマ占領を優先したダイアデム作戦の計画変更、最終的に、 アメリカ第5軍及び、イギリス第8軍合わせて4万4千名の損害を出したのせいで、ドイツ第10軍を撃滅するという目的は失敗し、連合軍にさらに厳しい戦いを強いる、特に1944年8月から1945年5月にかけてのゴシックラインなど、結果取ったということである。チャーチルはしかし、アンオでの作戦行動を擁護しており、彼の意見では、 戦力は十分だということだった。彼は、作戦の戦術的な結果さえ関係なく、戦争全体で見て、戦略的な効果が即座に現れたと主張した。上陸の後、ドイツ軍最高司令部は、ケッセルリンクの強力な手段ごこを北西ヨーロッパに移動させるという計画を中止した。これは、来るべきオーバーロード作戦、ノルマンディ上陸作戦にとって有利に働いた。 チャーチルはソ連が東部戦線で相当な損失を被っている時にイギリス軍がイタリアの地で戦争に貢献していることを証明しなければならなかったのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。